こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。今日は商品相談。ね、個別サポートの会員の商品相談について。え、あと、まあ、EMS がオーストラリアに今止まってるんでね。え、DHL で発送してるわけなんですけど、まあ、その、まあ、何が発送できるのか、発送できないのか、まあ、どういう判断で送っていけばいいのかについてです。まず、商品相談で大切なこと。 リスクに見,た見合ったリターンがあるかとひと、えーまあ、一括りにねこれは遅れるこれは遅れないともう確実に、まあ、送っちゃまずい商品とか、ね、違法な商品、まあ、それを除けばたまに遅れない、ね、税関突破しないこともあるけど利益率が高いそれは扱うべきか扱うべきじゃないかあるいはねひと、えー、りにそ,の、まあ、それは NG と、まあ、全部 NG したっても商品が 他の商品が見つかるのかどうか、そういったことでね、アドバイスはケースバイケースで変わります。で個別サポート会員さんはね、えー、もうこのケースバイケースに対応できるサポートしてるんで、まあ、本当お気軽に相談してください。というかね、もう明快なルールをもう作っちゃって、えー、それに対してね、えー、もう食品扱わないとか、あるいはね、えー、化粧品扱わないと決めちゃうと、まあ、扱えば儲かったのにと。 ねえー、逆にあのそれを預かないで決めたおかげで消費が見つからないという事態になっては元も子もないんでね、まあ、リスクを少なくしてリスクを最小限にしてどうやって利益を上げていくか、まあ、そういった観点で、えー、サポートしてますんで、まあ、本当サポートを有効に使ってくださいで私が、まあ、商品の判断基準で大切だと思っていること、まあ、大切なことリスクに見,た見合ったリターンがあるかでまず避けるべき事態 これは Amazon のアカウント削除、ね。これアカウント削除されたら元も子もない。で、再びアカウントを救うのはお金と手間がかかります。ですからその事態を避けたい。で、アカウント削除されたからやる気はなくなっちゃうというケースもありますし、すごいね、えー、儲かってた商品なくなっちゃってやる気なくなっちゃったとか、いうこともありえます。だからそのやる気を失うようなトラブルにならないようにサポートしてます。 この2つはもうね、えー、最優先で避けなきゃいけない。で、他はね、えー、まあ、多少損しても、うん、十分、あるいは十分以上にリカバリー可能なものはね、もうケースバイケースで、まあ、判断は変わってきます。で、例えば、オーストラリアね、ね食品の通貫が厳しいと、ね今ね、えー、EMS だったらなんなく遅れたもんが、DHL に変わったら、えー、税関苦労してます、通貫苦労してます。 ただこれもね、一、え、括、ー、りに、まあ、通貫大変だから、もう扱うのやめようということではなく、まあ、メリットとしてね、えー、まあ、通貫厳しいおかげで、ライバルほとんどいませんのでね、えー、3倍どころか、5倍以上で、えー、売れる商品がボロボロあると。で、デメリットとしては、まあ、通貫できないケースに遭遇することがある。ね、なかなか通貫できなくて時間がかかるのか、時間か,かってる間に賞味期限切れちゃうとかね、 あるいは通関できないから破棄しなきゃいけないというようなね、えー、ことにかかれば、まあ、デメリットもある。まあ、単純に言ってね、えー、毎月食品だけで30万儲かれますと。ただね、えー、たまに通関、えー、できなくて破棄するんで5万円損しますと言った場合にはね、まあ、毎月、えー、破棄したとしても25万儲かってるわけですから、それは基本的には扱った方がいいと。ただ、会員さんの性格によってはね、その5万円の破棄の損がもうあのへこんじゃうと、もう気になってしょうがないという場合には扱わない方がいいと。 いうような形になるんでね、まあ、スカイプでいろいろ話したりして、まあ、まあ、利益優先じゃなくて、損しないことを優先で考えた方がいいのかな、あるいはね、いや、全然もうあの、へこたれない方なんでね、も、まあ、儲かるんであれば、ガンガン行った方がいいのかなというのにね、人によってサポートの内容も変わってきます。まあ、例えばね、個、ま、別、あ、サポートの会社じゃなくて、なんかルールが必要だとすれば、ねえー、食品に関しては、仕入れ額の3倍なら見送り。 4倍ならケースバイケースで扱う。5倍を超える価格差があれば扱うというようなね、ルールを作るのもありかなと思うんですけど、まあ、この食品とヒットクってもね、何かによっても違うし、まあ、本当タイミングでね、同じ商品なのにスルッと通感してると、ね。あるタイミングで置くともはスルッと通感してる。ただ別なタイミングで置くともは通感してないと。でまあ、どうすればね、通感しやすいか。 まあそういったノウハウも当然何度も送っていればつ、えー、蓄積されていきます個別サポート会員の方は商品相談をお気軽にしてください、まあ、私ほど商品相談にふさわしい人間はそうそういませんまずサポートを受けている会員さんの相談を繰り返すことによってノウハウが蓄積されていますそこにプラスして元から私は買い物に詳しいです 転売サポート歴10年、ヤフオクから初めて転売歴20年、買い物依存症歴45年ということでね、買い物もしてます、サポートしてるんでね、まあ、そうそう、えー、この相談してね、えー、得られる答え、まあえー、なかなか私以上の制度で、えー、買い物、あるいは、えー、仕入れのサポートをできる人はいません。まあ、自分で言うのもなんですけどね。ただ まあ45年の買い物の蓄積、サポート10年の蓄積、これをね、チャットあるいはスカープで何とかやり取りしただけで、すべて分かりましたというふうにサポートすることは不可能なんで、もう個別ケースバイケースでサポート、えー、質問していただいて、まあそれに対する判断を聞いてね、学習していていただくというのが一番です。でさらにややこしいのは、学習していただいたことも1年、2年経つと、えー、その、 応用範囲が変わります、ね、アメリカアマゾン今小売り転売は NG、ね、でオーストラリア今、えー、OK とシンガポールも OK、まあ、これがね何年か先には同じかどうかっていうのも変わってきますし、えー、通関のしやすさしにくさっていうのもタイミングによって変わってきますだからね、まあ、本当もう一括りにノウハウを学んで蓄積しようというよりもね 常に最新の情報をアップデートしている私に相談してもらった方が聞いた方が全然正確で早くて楽だというのがありますんでね毎回同じようなことを聞いちゃ悪いなとかそういう遠慮をせずに商品相談ありましたらねあるいはこれ遅れますか遅れませんかありましたらお気軽に毎回ご相談いただいて構わないのでどんどんご質問くださいどんな風にね言えば分かりやすいかと思ったんですけど結局はねやっぱねえもう 一括りにこれだけ覚えときゃねあと5年使えますこのノウハウっていうね形にするのはこの通関とアマゾンの使い方に関する限り無理です。まあ、ひと一言で言うとねリスクに見合ったリターンがある商品を探すまあ、これがもう輸出あるいは物販の転売のね基本なんですけどそのいろいろね小枝の応用部分はありますからねやっぱり。 状況状況においてサポートしている、えー、情報をアップデートしている私に聞いていただくのが一番かなと思いますので、遠慮なくご質問ください。えー、ご質問、ご相談お待ちしています。Amazon サポーター、堀秀夫でした。